改めまして、こんばんは。黙ってれば清楚、三沢さちかです。はい。今日はね、フリートーク、おしゃれ三沢のコーナー、じゃんじゃかじゃーん、イエーイ。さあ、皆さん、今日も三沢さんのこと、おしゃれだと思ったでしょう？うんうん、聞こえてくる聞こえてくる、おしゃれだと思った俺も私もって声が聞こえてきましたよ。三沢さんね、モテないと噂のなんだっけこれ、しましまボーダーだなんかね、あのね、ボーダー模様ってね、モテないらしいんですよ。見事に私はそれを選んできました。そしてですね、今日は髪はいつもと同じでちょっと変化がないんですけど、ちょっと見えますか、立ったらスカート、これがですね、今見えてますね。スカートがですね、赤と黒になってるんですよ。この赤、知ってる私、おしゃれ用語、差し色。赤とか、なんかちょっと、こういう、なんだろう、モノトーンとかの感じに、鮮やかな色を入れると、映えて、すごく、おしゃれに見えるっていうのを、私、雑誌を読んで、勉強したので、ちょっと、普段絶対買わない赤いスカートなんぞを買ってみました。そして差し色として持ってきたんですが、今現在画面上では赤は一切映っておりませんので差し色ではないようです隠し味として皆さん、あの机の下を想像してください